皆さんは
古い校舎から新しい校舎に入れなかった。3年生では、新しい校舎がまだできておらず、レハブの校舎で過ごしたということがありましたが、あれはあれですごくね、私にとってもいい経験だったなと思っています。暑い夏でエアコンが効いて涼しくてですね、新しい校舎がなかったのがちょっと残念だったかもしれませんが、貴重な機会ができたんじゃないかなと思います。きっと皆さんも、夢に向かって頑張っている人たちや、夢を叶えた人たちがたくさんいるんじゃないかと思います。ぜひ夢に向かって頑張ってほしいなと思います。皆さん、今後もぜひ、こんなところで活躍をしてほしいと思います。この活躍を、期待しています。以上、私のありがとうございます。ありがとうございます。新成人代表の挨拶。本日は、私たちのために、このような盛大な成人式を催していただきまして、誠にありがとうございます。さて、私たちも二十歳を迎え、すでに職業に従事している人や学業に励んでいる人など立場は様々です。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年と異なることも多くあり、社会の在り方も変化しつつあります。このような状況の中、私たち一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会の一員として常に向上心を持って前進する覚悟であります。最後になりましたが、まだまだ未熟な私たちです。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。そして多くの方々への感謝の気持ちを忘れず、力強く優しくたくましく生きていくことを誓って、新成人代表の挨拶をさせていただきます。とにかく明るく健康に生きていけたらいいなと思います。今仕事でエステティシャンをしてるんですけど、これからまだまだ技術がいるので成長をしていきたいと思います。教師になりたいんでお勉強頑張ります。お父さんお母さん、無事成人になりました。これからも迷惑かけることもありますけど、よろしくお願いします。うるさいと言われるので、おしとやかな女性になります。自立した女性になって家族に恩返しをします。成人になったので、やっぱ成人になった自覚を持って責任ある行動を取っていきたいと思います。勉強頑張ります。ごめんなさい、二十歳のホームじゃない。ここまで育ててくれた親にまず感謝したいことと、みんなと中学校、高校でいろんな友達と出会ってきて、ここまでいろんな環境で育ててこれてよかったなと思うし、親だけじゃなくていろんな人に感謝して、これからも頑張って仕事続けていけたらなと思います。